こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回発達障害についてご相談をいただきまして、これはね、私の専門外でもあることと、あとね、発達障害に関しましては速稼塾の中にエキスパートの方がいらっしゃるんですよ。で、この方にね、回答をお願いした方がいいかなと思いまして、この動画にさせていただいております。今回のお悩み相談というのは、まあ概要を言いますとね、2つになるんですよね。それは、まあうちの子は発達障害だということでご相談いただいたんですね、そのお母さんから。で、発達障害なんで心配事が2つあるんですと。1つは恋愛をしてね、結婚したりとか、そういうのは大丈夫なんでしょうかっていうふうなご相談でした。これは発達障害がなくても悩むことだと思いますので、何とも言いませんけどもね、こちらの方を松本先生にちょっとね、ヒントをいただければと思いまして、この動画にさせていただきました。で、もう一つなんですけども、就職についてなんですよ。発達障害のそのお子さんは、今、9歳ぐらいだったかなと聞いてますけども、8歳か9歳だと聞いてますけども、将来、どんな仕事について、どのようにね、生計を立てていくのかということが、お母さん、お父さんなりに、すごく心配だということで、ご相談いただきました。まあ、実はこれもね、発達障害があってもなくても非常に悩ましい問題で、それこそ高学歴でも仕事がないみたいな時代ですからね。まあ、ですので、ここではですね、発達障害の方に向く仕事、向かない仕事という形で、あくまで一つの参考としてね、そういう考え方もあるよってことで松本先生にお尋ねしてますので、もしかしたらこの2つの問いにね、返信があるかもしれません。なければね、まああると思いますけども、なければ私なりの考えを申し上げさせてもらいますんで、その時はよろしくお願いします。でもやっぱり繰り返しますけどもね、これはね、発達障害があってもなくても恋愛、結婚、人間関係、仕事、収入、これむちゃくちゃ不安なんですよ。ですんで、そこに発達障害だから極端に不利になるってことは私はもうないと思いますよね。それでは本日は以上になります。松本先生、よろしかったらお願いします、返信の方。